ハワイ州は太平洋に位置するハワイ諸島にあるアメリカ合衆国の州。州とはオアフ島のホノルル市である。アメリカ合衆国50州の中で最後に加盟した州である。漢字では布跡書く。海域として定められたポリネシアの北端でもある。ハワイ島、マウイ島、オアフ島、カウアイ島、モロカイ島、ラナイ島、ニーハウ島、 カホーラウェ島の8つの島と100以上の小島からなるハワイ諸島のうちミッドウェー干渉を除いたすべての島がハワイ州に属している北西ハワイ諸島の北西端からハワイ諸島の南東端のハワイ島まで全長1500マイルにわたっている州全体が島だけで構成されているアメリカ合衆国で唯一の州である アメリカ合衆国本土の南西、日本の南東、オーストラリアの北東と太平洋の中央に位置し、地理的にも民族的にも近いポリネシアでは最も北にある列島で構成されている。その自然の多様な景観、暖かい熱帯性気候、豊富な公共の海浜と太陽に取り囲まれていること、及び活火山の活動があることで、観光客、サーファー、 生物学者、火山学者などに人気のある目的地になっている。日本で最も人気な海外リゾート地の一つ。独特の文化がある他に太平洋の中心にあることで北、アメリカやアジアの影響も多く受けている。130万人を超える人口のほか常に観光客やアメリカ軍軍事関係者が滞在している。ハワイ語のハワイ愛イは、 原始ポリネシア語の沢域から派生したものであり、母国を意味するように内的再考されている。ハワイ愛と同根語は、ポリネシアのマオリ語、ラトロンガ語及びサモア語にも見られる。言語学者のプクイとエルバートによれば、ポリネシアのどこでも、ハワイ愛あるいはその類似語は、地下世界、または祖先の家の名前であるが、ハワイでは意味を持たない。 ハワイ諸島へ人類が移民してきたのは、4世紀から8世紀、頃で、南方のテヘヌアエナナからと考えられている。この際に使用されたと考えられているのが、騒動の公開カヌーと、スターナビゲーションと呼ばれるリモートオセアニア海域で、広く用いられた、広報技術である。ちなみに、ハワイへの移民がテヘヌアエナナから行われたとの説は、 ビショップ博物館所属の日本人研究者、下藤義彦博士の釣り針変年研究が基礎となっている。ハワイ王、カラニオプー、キャプテン・クックに贈り物を持ってきている。クックの船に乗船していた画家ジョン・ウェバーが描いた。リリオ・カラニ女王は、ハワイの代表曲、アロハウェの作者として知られる、ハワイ王政だ当時の上陸部隊、1893年1月。 このルールにある、イオラニ宮殿。元は、ハワイ王の住まい。ハワイ共和国の議事堂だった。ハワイ州は、アラスカ州と並び、アメリカが州国本土以外に位置する2つの州の、うちの一つで、北米大陸上に位置しない、唯一の州であり、市州を海によって囲まれ、また、熱帯地方に位置している、唯一の州でもある。ハワイ島か、ライミサキが、 全州の最南端部に位置している。アメリカ合衆国本土からは南西に約2000マイル離れている。州の陸地面積はキラウエア火山から流動性の高い溶岩が流れ出ているため、その面積は増加し続けている。ハワイ諸島は8つの島々や干渉によって構成されており、その延長は距離1500マイルにわたって伸びている。諸島のうち、 八つの大きな島は、主要な島々と考えられていて、諸島の南東部に位置している。これらの島々は、北西部から南東に、ニーハウ島、カウアイ島、オアフ島、モロカイ島、ラナイ島、マウイ島、カホーラウエ島、ハワイ島の順に並んでいる。北西ハワイ諸島は、ニホア島からクレ島まで、主に9つの小さな島が連なり、太古からの火山帯の一部である。 他にも、モロキニ島など100以上の岩礁や小島がある。本島は、最大面積のハワイ島ではなく、州都で、最大都市のホノルルがある、オアフ島である。ハワイ諸島の衛星写真。植生は風を受ける島の北東に成長している。島の南西側の周りで銀色になっている部分は、島の山岳部が日光を遮ってできたものである。ハワイ諸島。 北、太平洋にある、ハワイ島のパホエホエと、アーアの溶岩流ハワイ州は、次の項目では、アメリカ合衆国で、唯一の州である。ハワイ州で最も高い山は、マウナケア山であり、標高は13,796フィートであるが、太平洋底からの高さは33,500フィートで、あり、地球の地殻表面を基準にした、バーエベレスト山よりも、 高いことになる。ハワイ諸島の島々は海底火山によって作られた。現在ハワイ島がある地点には太平洋プレートよりも深いところにマントルの活動によるホットスポットと呼ばれるマグマ溜まりが太古から存在する。これはマントルの一定の場所に存在し続け直上の海底に向けてマグマの上昇を繰り返すため。 キラウエア溶岩のような噴火活動を引き起こす。太平洋プレートは、太平洋の中央海嶺である東、太平洋海防から、日本列島、千島列島の方へ向けて移動し続けているため、太平洋プレート上から見ると、かつて、ホットスポットの直上にできたが、太平洋プレートの移動に連れて位置がずれて活動が、停止した、火山島が、北西へ向けて、 列をなしているのがわかる。北西に移動するにつれ、海底に沈み込み、ハワイ海三軍及び天皇宮間軍となり、カムチャツカ半島の根元に至る。その宮間と島の列の最も新しい島々が、ハワイ諸島側に向かって移動している。ハワイ島以外での最後の火山爆発は、18世紀後期より、以前、マウイ島の晴れやから山で起きたが、 それより数百年前だった可能性もある。1790年、キラウエア火山がハワイでは最大級の爆発を起こした。この爆発でキラウエアに向かっていた選手とその家族、少なくとも5405人が死亡した。火山活動とその後の侵食で印象的な地質的景観を生んできた。ハワイ島には 世界の島の中で3番亀目に標高が高い地点がある。火山斜面の不安定さによって大きな地震と津波を生じてきており、特に1868年と1975年のものが大きかった。ハワイ諸島は他の陸地とは隔絶しているために人類が活動を始める以前の生命体は、負、波、翼の3つの W で運ばれたと言われている。 この地理的隔絶や環境の多様さによって様々な植物と動物の固有種を生んできた。ハワイには多くの絶滅危惧種がおり、アメリカ合衆国本土よりも高い比率で絶滅種が出ている。アリゾナ記念館、真珠湾国立公園局の管理及び保護下に置かれている地域は以下の通りである。アメリカ海洋大気庁魚類野生生物局、 ハワイ州の共同管理下にあるのは、これは2006年6月15日に、当時の大統領ジョージ・ W ・ブッシュが登録を宣言した。ここは、太平洋の50マイル外海で、およそ14万平方マイルの岩礁、岩礁、浅瀬及び深海であり、その広さは、アメリカ合衆国の国立公園をすべて合わせたよりも、広い。粉の夕日。 火山ガスの二酸化用などの粒子が酸素や水蒸気と反応することで生まれるボッグのために白っぽくなる。ハワイの気候は熱帯に特有のものではあるが、東からの貿易風がほぼ絶え間なく吹くために気温も湿度もそれほど高くはならない。ただし、1980年代前半と比較して風が吹く日は年間で約50日減少しており、 風が止むと気温が上がり、猛暑日になることもある。夏の日中最高気温は 80S 台、後半である。冬の日中は 80S 台半ば、夜間は、定地で 60S 台半ばより下には滅多に、下がらない。ただし、ハワイ島のマウナケア山や、マウナロア山のような高地では、陶器に積雪がある。晴れ明から山では、降雪も稀である。 2019年2月11日に観測されたマウイ島ポリポリ州立公園の降雪はハワイ州で最も標高の低い場所における降雪とみられている。カワイ島のアイアレアレ3は世界でも2番目に降水量が多いところであり460インチに達する。ハワイ諸島の大半では5月から10月の寒気と10月から4月の雨季の2期だけがある。 各島の気候はかなり異なっており、鉱山に対して、風上側であるか、風下側であるかで大きく分けられる。風上側は雲が多いため、リゾート地は風下側に集中している。週刊高速道路 H-1 号線ザバス、主要な週刊高速道路は、オアフ島のみに、H、H-1、H-2、 H-3 及び2005年より修道78号線が高速道路に昇格して H-201 となり合計4路線となった。多くの主要なアメリカの都市と同じくホノルルの大都市圏は特にアイエア、パールシティ、ワイパフ及びミリラニの西方向外からラッシュアワーの時間帯にかなりの交通渋滞が起こる。 修道は主要な島の外周に配されている。公共交通機関は、オアフ島ほぼ全域をカバーする、公営バスである、ザバスがあるほか、本数は少ないが、マウイ島、ハワイ島、カウアイ島の一部にコミュニティバス路線が存在している。以前は、ハワイ州の大きな島には、鉄道網があり、農産物や乗客を運んでいた。これらはべて狂気。 小島では2.5フィート、アメリカ合衆国本土では4フィート8.5インチだった。鉄道会社の中でも最大のものはオワフ鉄道土地会社であり、ホノルルからオワフ島の西部や北部を結ぶ多くの路線を走らせていた。第二次世界大戦では兵員や軍需物資を運ぶことにも貢献した。往来が激しかったため列車の運行を円滑にする信号と 自動車を保護するために踏切に備えられたウィグワグ装置があった。本線は1947年に廃線となったが、一部はアメリカ海軍が買収し、1970年まで運行していた。現在の州内の鉄道は、オアフ島の非営利団体、ハワイ鉄道協会の運行する鉄道やマウイ島の佐藤キビ列車など、全長13マイルが、 観光用にわずかに残されているのみで、公共交通機関としての用はなしていない。オアフ島の西部が、新興住宅地として、急速に発展してきているのに対して、週間高速道路や、バスのみでは、慢性的な渋滞を引き起こしていることから、以前からモノレールを付設する計画はあるものの、資金等の問題があり、実現のめどは、立っていなかった。しかし2008年、 ホノルルの住民投票で、オアフ島西部とダウンタウン、ワイキキ及び、ハワイ大学を結ぶ、鉄道計画に45億ドルの予算を、承認、2011年2月22日に着工した。2017年までに、イーストカポレー、アロハスタジアム間が、2019年までに、アロハスタジアム、マイナスワラモアナセンター間が開通する予定で、 慢性的な渋滞の緩和が期待されている。ハワイアン航空のボーイング717型、キダニエル系 a の上国際空港ハワイアン航空や、GO よびモクレレ航空、アイランドエアなどが州内路線を運航している。また、ハワイアン航空が、州外、国際線を運航しているほか、アメリカ本土やアジア、太平洋諸国から、多数の国際線が乗り入れている。 空港定期民間旅客便が就航している州内の空港は以下の通りである。ハワイ諸島には一つの島に必ず一つ以上の空港がある。19世紀から1950年代までは民間の蒸気船やフェリーが島々を結ぶ唯一の交通手段だったため、オアフ島のホノルル港、ハワイ島のヒロ港などができた。1970年代半ばには シーフライトが水中浴船を主要な島の間に就航させた。2007年12月より、カウアイ島、オアフ島、マウイ島、ハワイ島の4島間を結ぶハワイスーパーフェリーが就航していたが、幾度かの休止を経て2009年8月をもって運航会社が破産、事実上の廃止となった。運航会社は将来フェリー運航を再開したい、意向を表明している。 マウイ島からモロカイ島及びレナイ島には通勤専用のフェリーが運行しているが、車両は搬送していない。ハワイ諸島の人口密度図2005年現在、ハワイ州は前年より13,070人、すなわち1.0%増加し、2000年より63,657人、または5.3%増加した。 人口百二十七万五千百九十四人と見込まれている。これは四万八千百十一人と前回の国勢調査からの自然増並びに、州内への移住者一万六千九百五十六人の増加が含まれる。アメリカ合衆国外からの移住は三万六十八人増加することとなり、合衆国内部への移住者で一万三千百十二人減少することになった。 ハワイ州の人口重心は、オアフ島とモロカイ島の間となっている。ハワイ州には、アメリカ軍関係者や、観光客が常にいるために事実上、の人口は130万人を超えている。人の集まるところという相性のある、オアフ島が最も人口が多く、陸地597平方マイルに100万人弱が、住んでおり、人口密度は、約1650人。 平方マイルである。比較のために、アメリカ合衆国本土で、最も人口密度が高いニュージャージー州の場合、8721平方マイルに871万7925人が住んでおり、人口密度は約1134人平方マイルである。 ハワイ州全体では136301人の住人が6423マイルの土地に住んでいることになり、人口密度は211.8人平方マイルとなる。これはオハイオ州やイリノイ州より低い値である。ハワイ州の平均余命は2000年時点で79.8歳だった。これは全米の中で最も高い数字である。 アメリカ軍軍事関係者は、州内人口の約1.3%を占めている。アジア系は40%に近い多数派となっている。これは、アメリカのすべての州で唯一のものであり、さらに根血の比率が高いこと、他の州で増加を続けているヒスパニックが少ないこと、白人や黒人が少ないことも大きな特徴である。このため、同州では、学校でのいじめ、 不当解雇など白人への人種差別が参見され、問題視されている。なお、中国系の多くがその歴史的背景から、中華民国を支持するほか、ベトナム系の多くが、ベトナム戦争後に崩壊した南ベトナムからの亡命者とその子孫で、残りの多くもボートピープルとして亡命してきたもので、ある。最大多数の人種が50%を超えていない州は、 ハワイ州とニューメキシコ州の2州のみである。ハワイ州住人の82.2%はアメリカ合衆国の中で生まれている。外国生まれの住人のうちおよそ75.0%はアジア出身と申告している。日系人アジア系の住民の中でも特に日系人が多く、出身国別では第2位である。その影響もあって、他の49州と異なり、 仏教徒の比率が高く、仏教寺院や神道神社も州内各所に点在する。最初の無許可の日本人移民、元年者150人は明治元年に募集開始されて、そのハワイ到着は翌年の1868年6月19日で、間約移民は1885年2月9日に到着した。現在日系人は1世から5世までいると言われている。 三世以降の日系人のほとんどは日本語が話せないが単語のみを知っていることが多い。また、日本の高度経済成長期以降、ハワイは日本人にとって人気の観光地であり、旅行会社など、ハワイ在住の日本人駐在員や留学生、別荘を所有し数ヶ月単位の滞在を行う長期滞在者も多く、その数は約2万人と言われている。 高度経済成長期の時点では日本からのハワイ旅行に月収の数倍の費用が必要であったが21世紀に入ってからは日本人学生でもハワイ旅行が可能になりポピュラーになったことで年々敷居は下がっているハワイ先住民純血の先住ハワイアンは現在かなり減少している1959年アメリカ合衆国の一つの州となった その植民地支配のためハワイアンの社会、経済的地位は低下し、その影響は現在でも続いている。先住ハワイアンと言われる民族は、約10万人程度である。しかし、これらの人々の中でも、純血と言える人は稀である。現在、純血のハワイアンは、約8000人に満たない。先住ハワイアンのうち98%は、根血である。 現在広く用いられているのは1920年に成立したハワイ人住宅帰宅法で示されたキャプテンクック来行以前にこの島々に住んでいた人々の血を50%以上引いていることという定義である先住民ハワイアンは州内人口の民族構成で5.9%に過ぎず独自文化の存続を図るため1980年に ハワイ人問題事務局が設置された。2000年の米国内務省統計では、ハワイアン人口は全米で40万人強、そのうちハワイ州在住は約24万人。それ以外のハワイアンはカリフォルニア州居住が圧倒的である。ハワイアンはハワイ州総人口の約5分の1を占め、白人系、日系、フィリピン系に次ぐ集団となっている。 1990年代には、ハワイ先住民による、主権回復運動が盛り上がった。カメハメハスクールズ裁判ハワイの伝統的な、私立学校であるカメハメハスクールズは、先住ハワイアンの血を引く者のみしか入学できないというのが条件である。カメハメハスクールズは、カメハメハ一世の直系の子孫であるバーニス・パウアヒ、ビショップが、 遺言によって設立した私立学校であり公的な助成金を一切受けておらずまた彼女の遺言によって先住ハワイアンの教育を胸とすべきことが学校の方針であった2003年にこの入学規定が非ハワイ人から人種差別だとして訴えられた2005年9月の連邦巡回構想裁判所において違法との判決を受けたこの判決には 先住ハワイアンのみならず、ハワイ社会全体から、広範な反発が起きた。2006年12月、巡回裁判所における再審理の結果、原判決が破棄され、ハワイ人優先入学制度は違法でないとされた。カメハメハスクールズは、上級審で、逆転勝訴したが、敗訴した原告の白人少年側は、カメハメハスクールズが入学を許可しなかったことで生じた。 学習の遅れに対する損害賠償を求めて、反訴する意思を示し、学習国際交際に再審理を要求したが、判決が下る前に、両者の間で和解が成立した。同校は、現在もハワイ人優先の入学制度を維持している。人類学者の井上昭弘によれば、これらの裁判は、1990年代のハワイ、先住民による、 主権回復運動に対する反発が根底にあり、アメリカ社会における反、アファーマティブアクションの流れと無関係ではないとされる。先住ハワイアン政府再編成法2009年12月28日、アメリカ合衆国会院天然資源委員会は、先住ハワイアン政府再編成法を承認した。 これは、先住ハワイアンに対し、民族自決のための政策決定権を認める、ものであり、その認定事務及び承認は、アメリカ本土におけるインディアン、アラスカエスキモ、アレウトと同様に、アメリカ内務省によって行われる。合衆国インディアン事務上院委員会も、この法律を承認した。天然資源委員会内ではこの法案について、先住ハワイアンによる、 民族政府の樹立は合衆国憲法に違反すると、独ヘスティングス会議員を代表とする共和党員メンバーによって反対論人が組まれてきた。民主党員側では、ハワイ生まれのオバマ大統領を筆頭とする多数の議員、また先住ハワイアンだけでなく、アラスカ議会代表団、アラスカのインディアン、エスキモー団体がこれを支持している。 ハワイ州にある教会2000年時点で信徒が最も多い宗派はキリスト教であり、次に大きく離れて仏教であった。宗派別信徒数は以下の通りである。その他の宗派としては、バハイ教、儒教、道教、ハワイ宗教、ヒンドゥー教、イスラム教、シーク教、神道ゾロアスター教などがある。無宗派には、不価論者、無信論者、 人道主義者、不信仰者が含まれる。軍庁所在地州と及び軍庁所在地ホノルルのダウンタウンイーストホノルル、パールシティ広カイルアワイパフハワイ州議会議事堂、パンチボールクレーター園から見下ろすハワイ州政府は、ハワイ王国時代には、イギリスの政治体制、その後、ハワイ王国の転覆の頃から徐々に、アメリカ合衆国連邦政府をモデルとしている。 ハワイ州憲法に規定され、行政、立法及び司法の三権が分離されている。行政府は、知事が指導し、副知事の補佐を受ける。どちらも組み合わされた候補者名簿から選出される。知事は、州全体で選出される。唯一の役人であり、他の役人は、知事が指名する。副知事は、州務長官を務める。知事と副知事は、 衆議会議事堂にあるオフィスから20の機関を監督する。知事公邸はワシントンパレスである。法執行機関は衆警察ではなく州公安部の保安官。州行政府の部門は英文名小順に次のようになる。この他に衆知事オフィスをはじめとするつぼねがある。立法府はハワイ衆議会で51人の議員からなる会員と25人の 議員からなる上院の両院制である。ハワイ州会議児童で審議を行っている。司法府の最高機関は、ハワイ州最高裁判所であり、アリーオラニハレを裁判に使っている。その下に高等裁判所、地区裁判所、家庭裁判所などがある。現在の州知事は、民主党で日系のデイビッド・イゲ。同州の日系人知事は、ジョージ・アリヨシ以来、二人目である。 日系約20万人、フィリピン系約17万人など、アジア系住民が多い州であるため、州議会にもその住民構成は反映され、日系人の州議会議員も多く活躍しているほか、日系人の連邦議員もこれまでに数多く選出され続けてきている。法律面では、州法で人種差別を禁止しており、アメリカの中でもアジア系を含めた、 被白人系の移民が多いことが伺いしれる。また、自然保護に関する法律は多いが、それを現実のものとするための資金が不足しているのも事実である。以前より火事の構想が議会で持ち上がり、資金不足の解消を試みるが、何度も可決されずに終わっている。現在の州法では、一切のギャンブルが禁止されており、宝くじも販売されていない。そのためか、 ハワイ州民の観光旅行先としてラスベガスは常に一番人気である。現在、ハワイ州においては、死刑制度は廃止されている。ハワイ州特有の統治事情は、自治体がないことである。地域社会はすべて軍のレベルで、管理されている。唯一法人化された地域は、ホノルル統合志軍であり、オアフ島全体を統治している。軍の行政官は、 軍長と呼ばれ、すべて、無党派選挙で選ばれている。ハワイ州には次の5軍が置かれている。ハワイ州から、連邦議会には、上院議員二人、下院議員二人を送り込んでいる。2013年時点で4人全員が民主党員であり、さらにそのうち3人は女性である。下院州内のうち、ホノルルなどを、オアフ島南東部を含む、下院第一選挙区からは、 全ハワイ衆議会上院議員のコリーン・花房が選出されている。花房はアバクロンビー現州知事の知事選出馬、会議員辞職に伴って実施された2010年5月の補欠選挙では、同じく出馬を模索したエドケース元会議員との候補統一に失敗し、党内が分裂、ライバル共和党のチャールズ・上の前に苦敗をなめたが、 同年11月の中間選挙では直前までの接戦観測を覆し、得票率にして6ポイントの差をつけて、上を破り、雪辱を果たした。2012年の選挙でも再選を果たし、現在2期目である。州内の他の部分を含む、下院第2選挙区からは、前ホノルル市議会議員のトゥルシ・ガダードが選出されている。ガダードは、 上院に転出した、明治 E ヒロに代わり、2012年11月6日の選挙に出馬、当選し、現在1期目である。ガダードは、連邦議会発のサモア系かつヒンドゥー教徒の議員である。また、ハワイ州の陸軍州兵として、イラクに従軍した経験があり、同じく2012年の選挙で、初当選したタミーダックワースと並び、 戦闘地域での任務経験がある女性連邦議会議員となっている。上院上院議員には現在ブライアン・シャーツとメ治ジ野ヒロノの二人が選出されている。ハワイ州では日系のダニエル・イノウエが専任人上院議員として1963年1月3日から約50年にわたり同職を務めていた。イノウエは2010年6月には ロバートバード上院議員の死去に伴い上院の最先任上院議員となり、上院多数派の最長老に与えられる、アメリカ合衆国上院仮議長を務めていたが、2012年12月17日に、逝去した。2012年11月6日の選挙では、現職だったダニエル赤課の引退に伴い、後継として出馬した福島県生まれの日本人。 移民明治広野ヒロノが当選し、井上議員が存命であれば2013年1月から、ハワイ州の上院議員は全て日経で占められる、はずであったが、同議員選挙に伴い立ちぎえとなった。井上議員の後継には、アバクロンビー州知事のもとで副知事を務めていた、ブライアン・シャーツが指名され、2012年12月26日付で、就任した。井上議員の任期は、 本来2017年1月までであったが、2014年の中間選挙に合わせて補欠選挙が実施されることになっている。その他ハワイ州にある連邦政府機関は、アロハタワーとホノルル港に近いプリンスクヒを連邦政府ビルに入っている。同ビルには連邦捜査局と1984年である。2004年の場合、 民主党候補のジョン・ケリーが有効投票総数の54%を得て、対立候補共和党のジョージ・ W ・ブュッシュに9%と差をつけて、ハワイ州の選挙人4人を獲得した。州内5軍べてが民主党候補を支持した。1964年には、ハワイ州生まれのハイラム・フォンが共和党候補者指名を求めた。また1972年には同じく、 パッチー・ミンクがオレゴン州予備選に出馬した。ホノルル生まれの第44代アメリカ合衆国大統領バラク・オバマは当時イリノイ州選出のアメリカ合衆国上院議員であり2008年の選挙で大統領に当選した。2008年2月19日に開かれた民主党ハワイ州党員集会では76%の票を得て候補指名された。オバマは 主要政党の候補者として、指名を求めたハワイ出身者としては3人目であり、初の党指名候補になった。現在アメリカ合衆国の半島となっている地域では、唯一、西洋人にも認知された王朝が成立しており、それをアメリカが強制的に併合したこと、また現在の50州の中で最後に立衆されたことという歴史的背景もあり、 連邦政府が定める祝日とは別に、夏季の祝日が収録時に定められている。なお、ステートフッドデーが祝日とされる代わりに、連邦の祝日である、コロンブスデーを、ハワイ州政府では祝日とみなしていない。ハワイ州の経済史は主たる産業が移り変わってきたことが特徴である。すなわち、脈断剤、捕鯨、砂糖キビ、パイナップル、軍需。 観光及び教育である。1959年以降は観光業が最大産業であり、1997年では、州内総生産の24.3%を占めている。かつて、ハワイ州の経済は、ビッグ・ファイブと呼ばれる大手佐藤会社を筆頭とする複合企業群によって支えられていた。これらの企業群は20世紀初頭に台頭し、 1960年代に至るまでハワイ州の政治、経済を牛耳ってきた。ビッグ・ファイブとは、アレクサンダーボールド・ウィン、キャッスルクック、シー・ブリュワー、シー・オイチ・デビーズ、アムファックである。プランテーションで働くためアジアからの移民も増加した。1970年代に入り、佐藤のプランテーションが次々に閉鎖されると、 これらビッグファイブの参加にあった企業は、中核の本部を除いては、他州の企業に買収、併合されていった。2007年のハワイ州の州内総生産は583.07億ドルで、ある。滋賀県とほぼ同じ経済規模である。現在は、公共部門、軍需、観光の三本柱である。パイナップルはかつてラナイ島単独で全米の、 生産量の90%、全世界生産量の75%を算出していたほどだが、農業の比率は過去に比べ下がっている。現代では、粉コーヒーなど、高付加価値の農作物が中心である。近年では、不安定な観光業に依存する体質から脱却するため、政府では収納を促している。軍需については、州内に、 数多くの軍事基地を抱え、軍や関連産業による経済への影響は大きい。2009年、アメリカ軍はハワイ州で122億ドルを消費したが、これは国内予算の18%に相当した。アメリカ合衆国国防総省の人員7万5千人が州内に住んでいる。観光については、 年間698万2425人、うちアメリカ国内からが459万2650人、国外からは238万9775人、そのうち日本からは年間123万9481人が訪れる国際的観光地であり、群事と並びハワイ州を支えている。近年では多数の観光客を呼び込む方針から、 持続可能な開発目標を掲げ自然環境に配慮した観光地への転換を目指している。離島であるため工業製品のほとんど、また燃料のすべてを米本土からの輸入に頼ることから、平均物価は週単位では全米一高く、全米平均のおよそ1.5倍に相当するが、その一方で平均年収は全米平均とほぼ同程度であるため、 可処分所得は、全米平均以下といえるハワイ州の積み出し港ハワイ州からの輸出品としては、食品や医療品がある。しかし例えば、アメリカ合衆国西海岸であっても、かなりの輸送距離があるために、ハワイ州の経済に占める役割は小さい。輸出食品には、コーヒー、マカダミアナッツ、パイナップル、砂糖キビ、家畜などがある。 ハワイ農業統計局によれば2002年の農産物、売上高は3億7090万ドルであり、パイナップルは1億60万ドル、砂糖キビは6430万ドルだった。ただし、砂糖キビ栽培は、マウイ島のプーネネだけに、アレクサンダーボールドウィンの農場が唯一残って、いたが、2016年12月で廃業し、ハワイでの商用砂糖キビ栽培は途絶えた。 ハワイ州の課税は比較的重い。2003年、一人当たり税員徴収額は2838ドルとなり、全米50州の中で最高だった。これは、教育、健康管理及び公共事業が全て州によって行われることに、起因しており、他州では地方政府が担当している。数多い観光客は、消費税やホテル客室税を払うことによって、 ハワイ州の税収入に貢献している。つまりすべての税収が住民から徴収されているわけではない。しかし企業経営者は税負担が重いので高い物価と取引には有効的でない風土という認識を作っているとみなしている。近年では環境保全の財源確保のためグリーンフィーと呼ばれる税金が検討されている。ハワイ州は ガスキャップ法によってガソリン価格を規制する数少ない州の一つである。石油会社の利益はアメリカ合衆州国本土と比較されて監視されているので、この法律によって州内ガソリン価格は本土と同じにされている。この法はハリケーンカトリーノで価格が変動した2005年9月に効力を発揮したが2006年4月には棚上げされた。 現在経済を産業別に会社名なども記述して続けると、まずマスコミ関係の新聞業界では、オアフ島で発行されているホノルルスターアドバタイザーがハワイ州の代表的新聞で全島で読まれている。これ以外に各島でも地元紙が発行されていて、例えばハワイ島ではウェストハワイトゥデート、ハワイトリビューンヘラルドである。経済関係の新聞では、 パシフィックビジネスニュースがある。全米をカバーする ABC、CBS、NBC などの商業テレビネットワーク及び、PBS ハワイ公共放送サービス、全島をカバーする、ハワイパブリックラジオ及び、各島のラジオ放送局などがある。金融関係では、ハワイ州に本部がある、バンクオブハワイ、ファーストハワイアンバンク、セントラルパシフィックバンク、 アメリカンセービング銀行、各種信用組合などの銀行は、州内各地に支店も多く、個人、企業相手に営業をしている。法銀も含めて、ハワイ州以外に本部がある銀行は、ホノルルに集中していて、企業相手を主な事業としている。エネルギー供給分野では、電力は、ハワイ電力工業がほぼ全頭をカバーしており、ガソリンは、アロハ石油、シェル石油、 シェブロン、76、テソロ石油などの石油販売会社、コストコなどの量販店のガソリンスタンドで行われている。ガスは、ハワイガスにより配布されている。流通関係では、全米チェーンのウォルマートセーフウェイなど以外に、地元資本のフードランドとその子会社サック、N セーブ、ケータスーパーストアーズなどがある。運輸関係では、航空産業が大きく発達しており、 ハワイアン航空が圧倒的な力を見せているが、全米の主要航空会社及び世界の主要航空会社がハワイへ乗り入れている。海運ではマトソン社が国際海運、パシャハワイがハワイとアメリカ大陸間にヤングブラザーズハワイがハワイ諸島間に活躍している。通信関係ではハワイアンテルコム電話会社チャーターコミュニケーションズのオーシャン、 スペクトラム通信ケーブル、全米をカバーする AT&T などの携帯電話会社がカバーしている。こうした各種産業での大会社のハワイアン航空、モクレレ航空、ハワイ電力工業、ハワイアン、テルコム、バンクオブハワイ、ファーストハワイアンバンク、ABC ストアなどは、ホノルルに本社を置いて、全島業務を展開しており、その他の会社は各党を中心に、 コナビール会社、ハワイのイビール会社などが活躍している。ハワイ州、特に、ホノルルの生活費は、アメリカ合衆国の主要都市に比べて極めて高い。しかし、ニューヨーク市と比べれば6.7%、サンフランシスコ市と比べれば3.6%低い。この数字には、アメリカ合衆国本土以外の顧客に対して課される、旅費や輸送費の増加。 反則機械の不足という要素を含めていない可能性がある。オンラインショップの中にはハワイに対する注文に送料を取らないものもあるが、多くの商店はハワイ州、アラスカ州、プエルトリーコなどの海外領土を証券の対象から外している。2000年時点で住宅価格の中央値は27万2700ドルだったが、全国平均は その半分以下の119,600ドルだった。カリフォルニア州でも211,500ドルであり、ハワイ州は全米で最も住宅価格が高い州である。全米不動産協会の最近の調査では、ホノルルの一戸建て住宅価格中央値を607,600ドル、全米の値を173,200ドルとしている。この年、カリフォルニア州、 シリコンバレーで62000ドルであり、ホノルルは最も住宅価格が高い都市になった。2018年に発表された全米の世帯別収入調査の結果では、家計のやりくりに苦労している世帯の比率は平均43%と効率であったが、州別ではハワイ州は49%に達し、ニューメキシコ州やカリフォルニア州と並んで全米ワーストを記録した。 近年、前述の生活費の高さと特に他の州から移住する、ホームレスが増加し、ワイキキなどの観光地にも溢れ返るなど、深刻化しており、2015年10月には、非常事態宣言が発令された。2020年には、新型コロナウイルスによる影響で観光業が打撃を受け、オアフ島などで増加した。ハワイ州は、アメリカ合衆国の州の中で唯一、 州全体で統合された教育体系を持っている。意思決定は、州教育委員会の14人の委員が行っている。委員会は政策を決定し、州のハワイ州教育省を監督する、教育監督官を雇用する。教育省は7つの地区に分けられており、4つがオアフ島に他の3軍に各1つが配されている。教育の中央集権化を行う。 主な理由は、人口の多い和フ島と人口の少ない諸島との間の格差、さらに収入の格差による影響をなくすことである。アメリカ合衆国本土では、公立学校が地方の資産税で運営されている。教育者は英語を話さない移民の指定と取り組む必要がある。それら指定の文化は、本土のものとは異なっている。 公立の小中学校及び高校で行われる共通試験の成績は全国平均より劣っている。この差は宗教育委員会がすべての資格ある生徒に試験を受けさせすべての結果を報告しているからである。2005年8月の報告では全州282の学校のうち185校が数学とリーディングで 連邦政府の最低標準に届かなかった。一方2005年のアクトカレッジクラス分けテストでは上級生の成績が全国平均よりわずかに高い21.9となった。広く行われているサット試験ではハワイ州のカレッジを志向する生徒が数学以外のあらゆる教科で全国平均より低い成績となる傾向がある。 州内には独立系のヨラニ学校、カメハメハ学校、中部太平洋学校、およびプナホースクールがある。合衆国第2、州内第1の仏教系学校である、太平洋仏教とアカデミーが2003年に開校した。先住民が管理する最初の公立チャータースクールは、カムオカアイナ新世紀チャータースクールである。独立系学校や、 チャータースクールはその生徒を選別できるが、通常の公立学校は、学区内の生徒をすべて受け入れなければならない。カメハメハ学校は合衆国内で唯一先祖によって、生徒受け入れの判断基準を設けている学校であり、全米で最も豊かな学校である。資産額は90億ドル以上である。2005年の生徒数は5398人であり、 そのうち8.4%が先住民の指定である。ハワイの土着文化はポリネシア系のものである。ハワイは太平洋中部と南部に広がる広大なポリネシア三角の北端である。伝統的なハワイ文化は現在でも色濃く残っていて、前頭で儀式や伝統行事の再演が行われている。ルアウやフラなど大きく変化した形態ではあるが、 アメリカ合衆国に影響を与えたものもある。アメリカ本土のほか、日本などからの移民が持ち込んだ文化も影響を与えている。ハワイにおける文学は、ハワイ先住民が文字を持たず、交渉文学として伝えられてきて、中級世紀に、欧米人の宣教師が文字を伝えてから文章化された、クムリッポなどが、その代表的なものである。その後、マーク・トゥエインの、 ハワイ通信、イザベラ・バードの、ハワイ機構、最近は、ジェームズ・ミッチェナーの、ハワイ、ポール・セローの、ホテル・ホノルルなどのような、ハワイ諸島を舞台とし有名になったノンフィクション作品、フィクション作品を、ハワイ文学と呼称されていたが、近年は、ハワイ出身の作家による作品を指して故障するように、その定義は変化してきた。バンブーリッジ・プレス社が出版する。 機関誌ボンバーリッジは、地元現代作家の作品を掲載した文学誌で、1998年にアメリカ文学賞を受賞したノラ・オーク・ジャ・ケラー。1993年にプッシュカート賞を受賞したルイス・ワン・ヤマナカなど、注目を集める作家が多数輩出されている。ハワイには、古代から継承された芸能としてメレト、フラがある。多神教だった。 古代のハワイ人が祭祀として、また、ハワイ人は以前は文字を持たなかったため、歴史の高等伝承の一環として行っていた歌と踊りである。メレは、ハワイ人の神への祈りである。ハワイの音楽は、伝統音楽やポップスなど、豊かに発展してきた中、20世紀に創始された、土着音楽として、ハワイアンポップスがある。この音楽は、スラックキーギターや、 西洋風の裏声など、欧米からもたらされたものであるが、現在では、ハワイを代表する芸能の一つとして広く、愛好されている。ハワイ独特の楽器として知られるウクレレは、19世紀に、ポルトガル移民が持ち込んだ楽器が原型と言われている。ウクレレの日は2月13日。フラには、古代の形式に近いフラカヒコと、ハワイ人などの現代のポップ音楽を大幅に、 取り入れたフラ・ウアナに分けられる。フラ・ウアナはウクレレなどの演奏に合わせて踊られるが、フラ・カヒコにおいては歌あるいは、イプや太鼓などの打楽器のみを用いる。毎年メモリアルデーの週末には、オアフ島、ホノルルで、ハワイ音楽の年間最優秀者がな北派の派のーで、表彰される。また、イースターの時期には、ハワイ島の広で、フラのオリンピックとも呼ばれる、競技会。 メリーモナークフェスティバルが行われる。日本は、ハワイ音楽も舞踏も盛んな国で、毎年のナホ北派の派の賞受賞者と、メリーモナークフェスティバルの優秀ダンサーを招いて、9月に、フェスティバルな、ヒバヒバハワイが開催される。週刊は、ハワイポノイ。他に、ハワイアロハも広く愛されており、1976年に、行われたホクレア号の最初の多七公会では、 出港の儀式でこの歌が歌われた。アロハシャツの由来については、諸説あるが、日本人が持ち込んだ和服の布地を転用したのが、由来という説が有力である。なお、ハワイでは、アロハシャツは、男性の清掃とみなされ、衆議会や、公式の場でもアロハシャツ着用という姿をしばしば、目にし、オフィス街であっても、スーツ姿は、さほど多くはない。 ちなみに観光ガイドによれば、ハワイ内に置いてある、程度格式あるレストランでも、アロハシャツ着用であれば、清掃として認められることが記されている。食文化については、メキシコ人や、東南アジア人、白人など地域外からの移民も極めて多い州らしく、各国からの移民が持ち込んだ多様な食文化が見られる。大皿に、様々なおかずを並べて食べる、ミックスプレートは、 プランテーション農業時代に各地の移民が持ち寄った食べ物を皆で分け合った名残である。西洋の切り身を使ったポキと呼ばれる料理がハワイ名物として知られるほかパシフィックリムクイジーヌと呼ばれる日本料理の技法やフランス料理の技法をもとに地元の食材を調理した料理も考案され人気を集めている。近年では伝統的なポリネシアの食文化も 健康の面から見直されており、ポイと呼ばれる、タロイモのペーストがあちこちで売られている。特に人数の多かった、日本人が持ち込んだ和食の影響は大きく、弁当、醤油、照り焼き、結び、など、日本語がそのまま、現地語化したものも数多くある。ハワイに、日本食が息づいていることは、第二次世界大戦の終戦直後に、ガラ物資を経由して、 ハワイ産の醤油や味噌が日本へ送られたことからも伺い知れる。2010年代後半から関東重血線中症の患者が発生する傾向にあり、衛生当局は果物や野菜、特に葉物野菜は流水で洗ってから食べるよう勧告している。サーフィンはハワイが発祥の地とされており、古くはデュークカハナモク、近年ではアンディアヤアンズ、 ジョンジョン・フローレンスなどの名サーファーを輩出している。またハワイは1980年代以降、リモートオセアニア海域各地で盛んになった、公海カヌー文化復興運動でも、主導的な役割を果たした。特に1975年に建造された公海、カヌー、ホクレアと、広報器具を一切使用しない、推測広報技術を復活させたナイノア・トンプソンの、 活躍は広く知られている。2018年7月3日、産後症保護のため産後の発火など有害性が認められるとして、紫外線吸収剤であるオキシベンゾンとオクチノキサートが含まれる日焼け止め剤の販売と流通を禁じる法案に知事が署名した。2021年1月1日より発行される。ロミロミは、 古代ハワイアンの医療として発達し、現代のリラクゼーションとして、アンティ・マーガレットが初めて世に紹介した。ハワイには、歴史的な、ハワイシアター、現代的な、ブレイズデルセンターなどがある。環太平洋の映画界では、有名になったハワイ国際映画祭が開かれている。ホノルルでは、昔から、LGBT の映画祭である、レインボー映画祭も開かれている。 ホノルルには、ビショップ博物館、ホノルル美術館などがあり、その他の博物館、美術館などが、各島にある。立地的に、北米4大プロスポーツリーグのチームが存在した、ことは一度もない。ただし1980年から2009年まで、毎年2月、NFL が、オールスターゲームに相当する、プロボールを、スーパーボールの翌週にアロハスタジアムで行っていた。 なおメジャースポーツではないが、NFL のオフシーズンに行われる、アリーナフットボールのプロチーム、ハワイアイランダーズがある。大学スポーツ界では、州内では、ハワイ大学が最有力であり、全米ランク2位になったことのある、バレーボールチームや、全米ベスト25に入ったことのある、アメリカンフットボールチームが有名である。また以前、オアフ島北東部にある、 ブリガム・ヤング大学ハワイ校には2004年に日本人として初めて NBA でプレイした田臥ゆうタが在籍していたハワイ国独立主権国家プーホヌア・ワイマナロビレッジ1993年ハワイ王国侵略謝罪法案によってネイティブハワイアンにワイマナロの55エーカーの土地が返還されハワイ独立自治国が誕生した日系人が多いこと アメリカ合衆国以外からの観光客数国別1位であること、またかつては大相撲の力士を排出したことなどもあり、経済的、文化的にも日本とのつながりは強い。ハワイ州が全米50番目の州となった1959年に開業したショッピングセンター、アラモアナセンターには開業当初から東急グループ参加のデパート、シロキアが出店。 ハワイ州議会は、東急と、白木屋による投資を称賛する決議を行った。1970年代後半以降には、日本人の海外旅行の定番となったハワイ旅行で、あるが、当初は、高値の花であり、1964年4月1日の、海外旅行自由化の1週間後に出発した7泊9日の、戦後初ツアーの費用は36万4000円であった。 しかし同年には日本交通公社がハワイに支店を開設。翌1965年には日本初のパッケージツアー、ジャルパックが登場するなど、現在に通じる日本人のハワイ観光の基礎は準備された。また、長野賢治率いる国際工業は早くからハワイの観光資源に注目、日本人による海外旅行が自由化される。 前年の1963年の時点で、ロイヤルハワイアン、モアナ・サーフライダー、シェラトン・プリンセス・カイウラニといった、ワイキキの名門ホテルを買収している。それでも当時の日本人にとってのハワイは、憧れの地であり、1960年代のテレビ番組、アップダウンクイズでは、商品として、夢のハワイ旅行が歌われていたほか、1961年に、 ぶき屋が始めた CM も、トリスを飲んで、ハワイへ行こう。というものであった。小売業では1972年、横浜岡田屋がワイキキに店舗を開設したほか、1974年には、シェラトンワイキキも、国際工業によって買収された。1982年には大英が、アラモアナセンターとそれに隣接する不動産を取得し、 バブル期におけるハワイ投資ブームの宣伝をつけた。1986年には、アザブ建物が、ハイアットリージェンシーワイキキを買収。バブル期には、ワイキキのホテルの90%以上、ハワイの民間ゴルフ場の大部分が、日系企業の所有となるに及んだ。一方で、日系企業による、買い浅りは、住宅や宅地にまで及んで、不動産価格が高騰。 また日系ウェディング産業の進出に伴って、本物の協会までもが買収の対象になるに、至っては、現地住民の貧縮を買った。ハワイ州を訪れる、日本人観光客も増加を続け、1988年12月の、アメリカ合衆国の観光ビザ免除以降増加に、白車がかかり、円高もあって1997年には、年間、 約222万人とピークを迎えた。その後、日本人観光客は減り、2001年のアメリカ同時多発テロ事件、2003年のサーズ流行などの影響で、さらに減少、近年の下入港によるレニューサーチャージ導入の追い打ちをかけ、2008年1年間の日本人観光客数は、ピーク時のおよそ半分の年間116万人、強程度となり、 観光ビザ免除制度が導入されて以来最小となった。しかし現在も日本とハワイには1日に11便から12便が運航されており、依然として多くの日本人観光客が訪れている。クズーという在留者、旅行者向けに日本語で放送を行うラジオ局、新聞、ハワイ放置も存在する。テレビ放送はキク TV で 日本の番組が一部放送されるほか、地元のケーブルテレビを通じて NG、NGN を受信することで、テレビジャパンをはじめとする日本の放送が視聴できる。かつては、コホや、KJPN という日本語ラジオ局も存在していたが、前者は20世紀末、後者は2007年までに放送を終えている。日本人、バンドチューブは、 2000年6月1日にデビュー15周年を迎えた際、アロハスタジアムでアジア人として初めてライブを行った。ハワイ州はそのライブの成功を記念し、彼らが多くの CD ジャケット等の撮影地にもロケ地としても使用されているためもあって、6月1日をチューブデーと定めた。日本の特撮番組である人造人間、機械だダー。 キカイダー01は1973年にハワイで初放送されて以来現在も大変な人気を持つ。2002年4月12日にはハワイ州知事によって4月12日がジェネレーションキカイダーデーに制定され、2007年5月19日にはマウイ島市長によって5月19日がキカイダーブラザーズデーに制定されるなど大きな話題となった。 毎年4月または5月にかわいいコンというアニメコンベンションがハワイコンベンションセンターにて開催されている。かつては日本のプロ野球チームのキャンプ地になることも多かったが現在州内でキャンプを行うチームはない。これに代わり2005年には J リーグ J2 のザスパクサツと横浜 FC がキャンプを行ったほか2008年には パンパシフィックチャンピオンシップ2008がアロハスタジアムで開催された関係でガンバ大阪がキャンプを行った。2014年9月19日20日、男性アイドルグループ嵐が15周年記念ライブ、嵐ブラストインハワイオワフ島、コーリナの特設会場で行った。このライブはハワイ州が招聘したことで実現した。また、 ハワイ州は9月19日を嵐でへと定めた。ありがとうございます。